はい。えぇ、ウィン5のですね、えレ1ス目、え札幌10レース、苫小牧特別、えダート戦7 0 0メートルなんですが、え私はね、この、小級馬が、えぇ、これ、レンチャンで言いますよね。7、8、え9と、ハイパーステージとかも怖いですけど、ヨガヤマノリのね、一番の馬とか。やっぱり、私はこの前走ですね、えぇ、え 37秒、えー、37秒8使ってですね、上がり最速で、えー、コンマ7、ちぎったこの2頭、えー、ルメールか、えー、横山かで、で、えー、行きたいなと、絞りたいなと思います。ここは2頭で、えー、突破したいと思います。七、えー、7番と、八、えー、8番。 えー、シゲルタイタンとタイキルークスで、えー、突破したいと思いますはい、えー、ウィン5の2レース目ですね、えー、新潟のトーキーステークスになりますかねリステッドえっ、ー、とこちらはね波乱があると思っておりますえっ、ー、とまずねえー、6番の、えー、アンコールプリューこれをマークしたいなとはい えー、アンコールプレなんですが、えー、っとですね、えー、暑い時期があい,い,いいようで,で、昨年2着してますよね、はい、昨年がですね、えー、っと、勝ったストーミーシーの2着をしてるっていうことで、えー、やっぱりケース外せないなと、で、この、昨年勝ってるストーミーシーですね、えー、が、えー、17番ですか、17番。 はい、こちらも、えー、やっぱり決せないな怖いなと、えー、いうこととあとラビングアンサーですね、はい、ラビングアンサーは KO、えー、杯、えー、スプリングカップでも上がり最速で4着してるということででこの馬がねね、えー、そうです、ね、このスプリングカップの時ですかね、あのー、スローの前半がスローで、えー、35秒2のスローで流れて えー、上がりのラップが10秒9、10秒9、11秒3というね、10秒台が、えー、2回続くラップで、えー、差し切ったと。どういう展開になるか分かんないですけど、えー、スローで流れて、えー、一気にまとめて刺す、新、え、潟、ー、だったら刺せる可能性もあるのかなと、えー、いうことでですね、これ15番、えー、15番のラビングアンサーをー入れたいなと。あとですね、 このスプリング、あ、じゃない、プリンスリターンですか。はい。16番の、ここ、プリンスリターンを入れたい。はい。ここはね、あれえー、どれが勝ってもおかしくないんで、ここは手広く行こうと。えー、プリンスリターンの場合はですねあの、新山記念2着、アーリントン3着とありますが、えー、左回りはこの NHK マイルしか走ってないと思いますが、えー、と、左回りはこの一戦で、えー、ちょっと出遅れ気味だったのかな。 この一戦で見かけるのは早いんじゃないかなと。で、新潟でね、ボ、え、ケ、ー、にマンハッタンカフェ入ってるんで、えー、アンリミットもマンハッタンカフェ入ってるんで、これとこれ、迷ってこちらを修査あしました。はい。で、もう一頭はね、あのー、ナランフレグ、えー、8番、ナランフレグに、えー、したいなと。はい。えー、ナランフレグですね。 はいえー、と直線のね、えー、競馬とか、あ昨年、直線競馬で3着とかもあったんですけど、でシルクロードも3着か。でも最近ですね、あの、えー、短距離が合わなくなってきてむしろ専用の方が合ってるという印象です。はい。えー、でね、あともう一頭いきます。ここはもう、アビーム。はいここはもう人気でもアビーム消せないなと。 このね、2子6頭で行きたいなと思っております。アビームはですね、そうですね初めてオープンですか、なんですが、ここ2線ですか、線4使って連勝してきてるんで、戸崎記事でやっぱり怖いなと思います。 えー、ウィン5の2レース目はですね6810151617で、えー、ここはあ突破したいなと思いますはい、えー、ウィン5の3つ目、えー、小倉日経オープン、えー、になりますえー、っとですねこちらはねあのセラピアがねえー、っとコーナー4つあるんで えー、人気にはなりますけど、過信はできないかなと、一応抑えたい意図であります。で、もう一度はね、あのー、ここで、このレースで2着してる、えー、ボッケリーニ。はい。こちらの方が、えー、器用さはあると思うんで、セラピアの場合はオールフェーブルの血が影響してるのかわかんないですけど、折り合いが問題なので、えー、ボッケリーニですと、 えとこれはあラブリーデーの下ですよね、えー、の弟になるっていうことで、えー、このぐらいからあこの時期から本格化してくるんじゃないかなということもありますはい、えー、問題はジョッキー次第ですけど、はい、ということで、えー、ここはですね、えー、6番と9番、はいえー、ボッケリーニと、えー、セラピアあこの2頭を選びたいと思います はい、えー、ウィンファイブの4レース目ですが、えー、金キンランドカップになります。でね、ここはね、あのー、ダート調教馬だと、ブランボヌー類ぐらいしか、えー、っと、結果を出してない、連帯出してないということで、ライトオン級はダート追いだったみたいなので、ちょっとここは違うのかなと。まあでも、道ー、ミチアルになるようですから、えー、ちょっと、 難しいですね。えー、とダイヤトニックに私はしたいと思います。というのは、ダイヤトニックは、あのー、追い切りはね、藤岡優がね、乗って、直前に、えー、ジョッキーに乗せる、武豊かに乗せるっていう方法で、で、あのー、本馬場,場追い切りっていうのをう、この時もやってたらしいんですね。で、今回も本馬場,場追い切りをやったようなので、 えー、もう必勝パターンじゃないかなということで、えー、このダイアトニック1番をですね、えー、ここは固定したいなとはいまあミジュアルになるんでどうなるか分かりませんけどここは1番、えー、ダイアトニックでいきたいと思います はい、えー。ウィン5の、ラストのレース、えー、ですね。新潟2歳ステークスになりますが、えー、私はね、えー、まあ、ここ最初絞れなかったんですよね。はい、ブルーシンホにも怖いし、で、ブルーバードっていうのは唯一の二勝馬だし、っていうところもありましたし、で、ロードマックスはね、えー、と、前走ちぎってるんですけど、で、前行いて、 そのまんまあ止まらなかったですけど、道あるじゃなかったですかね。そこの点かどう出るのかっていうところですね。ディープサンクで。あのー、怖いんですけどね。新潟前行く馬っていうのは。えー、で、シバリエローズっていうのもディープサンク。これはね、あのー、V 見ましたけど、VTR 見ましたけど、最後詰め寄られててで、で、勝つイメージっていうのがちょっとないかな。 とととと。いいいうところがありますね。ちょっと危ないんじゃないかなかただ、ジョッキーが乗り換わってますからね。で、経済コース取れる一番枠で、まあ、怖いっちゃ怖いんですけど、ここね、他の馬で、えー、2頭絞りたいっていうことで、私、フラーズダルム。はい。えー、5番の、えー、フラーズ、えー、ダルム。はい。まず、5番のフラーズダルム。えと、ー、これはね、あのー、前走 ちぎ、えー、っております0.7でね、あのこれも VTR 見たんですけど、最後も全然、えー、二の足使って、ね、止まっていないということで、えー、これ、これにしようかなと思ったんですけどね、これ一等にしようと思ったんですけど、もう一刀気になるのは、えー、11番のショックアクション。はい、えーと この3区サンプルが少ないんで、ちょっとわからないんですけど、えー、で、前奏もちょっとニチュルだったような気もするんですけど、えー、こ,れこれだけちぎってるんでね、新潟でね。はい。えー、この2頭で、えー、最後いきたいと思います。ということで、2レース目荒れるという、踏みました。はい。で6、6位、荒れるっていうか、まあ、手広くですね。 で、2×6×2×1×2、えーえー、2が4、42が8、6、8、18、48点になるかと思いますが、えー、今週はこれでい、えー、ってみたいと思います。